はいどうも、ハローエバディです。まあ今回ちょっと小ネタなんやけど、いきなり小ネタで申し訳ないけど、ジークさんの頭の中をうまいことカメラ埋まらすと中のおっさんが見えるらしいんですよ。あ、ちょっと見えてる、ちょっとだけ見えてる、ちょっとだけ見えてる。なんかこういう角度、こういう角度、もうええわ、もうええわ、どうせちゃんと見えんやろし、また見えるタイミングがあるらしいから、その時ちゃんと見せるわ。はい、というわけで、今回は下の方向かっていって、イザリスの方に向かいましょうかね。で、動画外でちょっとやっちゃったんやけど、呪術の日も15まで強化しましたね。この人が強化できるのは15までやから、だからもうこの人は一応まあここでは用なしなんやけど、あ、用なしとか言うとあかんな、さすがにちょっとかわいそうやな。まあこの辺ちょっと買っておきたいね。これからちょっと炎を使ってくるボスとかもいてるから、まあ火の玉も欲しいし、鉄の体も欲しいし、まあ全部欲しいところなんやけど、ちょっとソウルが足りないのでまだいいかな。さあ、ほんならアンドレイさんに種火渡しに行こう。はい、アンドレイさんの喜び方がすごいからね、めっちゃおもろいから、ちょっと名ゼリフが飛び出すからさ、ちょっとみんな見てほしいな。ちょっと俺喋らんとくわ、アンドレイさんと喋ってる時。 Well, I'll be. That's a brilliant ember you've got there. For all my years in the trade, that might be the finest. How's about you leave that ember with me?I'm just an old smith. I'd give my left arm for a gem like that. そんなもの見せられちゃもうたまらないんだ。これ初めて聞いた時笑っちまったわ。Now, just leave the rest to me. Andre of Astora gets the job done. You shall see. そんなもん見せられちゃもうたまんねんだって、これ初めて聞いた時マジ笑ったわ。で、ちょっとセリフ変わってない、あんたの亡者なんか見たくもねえから無理すんじゃねえぜに変わってた気するわ。で、ちょっとね、まあ武器の強化やりたいねんけど、ちょっとソウルが足りんな。まあアイアンゴーレムの角度があんまり欲しい武器ないからな。砕いちまうか、アイアンゴーレム。さらば我が糧となる。1万2000はでかい。よし、進化させよう。これでハルバードプラス11。さすがにまだ決勝のが強いとは思うけど、そういえば決勝前回2回強化したやったっけな。強化してあるからね、まあさすがに決勝のハルバードには及ばんけど、うん、まあなかなかいい火力が出るようになってきましたね。15までいけるから、15までいけるからさ、まあ強化したいところなんやけど、そういえばはぐれデーモンやってなかったな。あそこ行こう、闇裏行って、で呪術の火を強化してくれる新しい師匠に会って、それからデーモン遺跡の方に行こうかな。じゃあ、あそこなんかアイテムあるから、ちょっと気になるから取らして。ちょっと気になるから取っときたいやん。これ何やったか俺全く覚えてない、ね、多分ソウルやと思うけど。お、魔女、あ、そうやった、これあれや、ビアトリスさんと2回共闘したらこれ出るんだ。ビアトリスさんの杖も一緒に落ちてから拾っときましょう。そうやった、そうやった、そうやった。これ月光町のところと4人のハムオンのところで2回共闘して一緒に敵を倒すと出るんだね。まあ一緒に倒すっていうか、俺確かビアトリスさん前回死んどったから生き残った状態で倒す必要はないと思うわ。多分2回読んであの2体を撃破すると出るって感じなんだろうね。で、師匠の場所やけど、こいつら一応追ってこられるとめんどくさいから倒しながら行くか。師匠の場所なんやけど、あそこの柱の影やった気すんな。あっこの柱の影かな、どっちの柱やったっけ。ここの柱やったはずなんやけどな。おるか師匠。おったおったおった、師匠、師匠、クラーナ師匠、お久しぶりっす。A mere undead, yet you can see me.Fascinating. I am Quelana of Izalith. I am not often revealed to walkers of flesh. You have a gift. Are you too one who seeks my pyromancy? だから普通の人間には見えないらしいですね。で、今名前出たザラマンって人やけど、人間に呪術を教えたすごく偉大な人です。で、その人の師匠やから、まあやばい人ですね。まあ弟子にしてくれる言うてんやけど、それなりの糧を要求する、まあ相当高いです、ソウルが。
まあ見ていこうか。まあこういう感じでね、1個強化すんのに2万5000とか余裕でいいからな。確かなんかどれぐらいいったっけな、最終強化10万とかいったんじゃないかな。でこれ1回なんか強化が戻ってるように見えるけど、あのグラフィック変わって新しくなってるかな。でアイテムを買うところで大発火が欲しいな。大発火強いからね、ワンの大発火マジ強いから絶対買っとくべきやな。で魅了もあるし、まあとりあえず大発火買っときゃ問題ないよ。火の玉、大火球、大火球も欲しいけどな、やっぱ大発火やな。8回も使えて結構強いからね。 OK。 このサレギアのこのセリフ大好きなんやけど、このセリフ大好き。バカ弟子が亡者になんかなるなよ、かけた時間が無駄になるっていう、このセリフ大好きなんですよ。じゃあべな、これ誰にドッグオンするのこれ。で今回ね、雲姫様が超重要人物やから、今回の回で。まあここは問わさず見てほしいね。ここはぜひとも飛ばさず見てほしいところではございますわ。あのソラールさん生存イベントに関わってくる話をするから今から。はい、まずはここでかかっておいて、それからひもりめさん、ひもりめさんじゃなく雲姫さんやな。で制約をまず交わす。確か俺破棄してたはずやから、ここで一回制約を交わし直して、で確かねだいぶと人間性いるんやけど、なんぼいるんやったっけな、確か人間性20個いるから、もうここで、これで制約の絆をプラス2にするんだったっけな、確か2にするとイベントが進むはず。よし、これで今ランクになってんのかな。じゃあ従者プラス1やから、プラス1じゃまだあかんねん、プラス2にせなあかんから、多分あれやな、20個でうんプラ2になるはずやから、ちょっとこのまま全部一気に10個捧げちゃいましょう。このために俺わざわざ人間性取ってたからね、もったいないことをしてるように見えて実は俺は全てこのためやった。30か、人間性30か、30だわ、人間性30いるわ。ってことで今回ちょっと待ってくれ、あのイザリスまだいかんとこ、イザリスまだやめて、今回あのちょっと急遽ね、急遽ちょっと予定を変更することになってしまいますけど、ちょっとはぐれデーモン倒しに行こう。で今回はちょっと短くなるけど、それで終わりやな。まあ短くなるかどうか知らんけど。はい、不審まで帰ってきたでござる。危ないな、ここで大ハッカーの威力を見ておくか。あかん、バカたれ、バカだれお前ら、大発火やはり強い。これさ、ハルバードの意地が278で350が出てるっていうのかな。でしかもまだ強化できっかんな、呪術の日は、呪術中の日はで確か呪術中の日はなんかあれができたはずやんな、ブツブツ交換。あ、そうや、ブツブツ交換俺説明しなかったな。ねここにあるんだよブツブツ交換。おい、おるか？ん？あれ？あそこに鳥の巣に来ると喋りかけてきてはずなんやけどな。アイテム置かな無理か。とりあえず確か虹色石、七色石だったっけ？あれがね、交換アイテムやったはずやから置こうかと思ったけど持ってませんわ。あったはずやねんけど、俺拾ってなかったっけ。本来やったらあそこ行ったらなんかおわーおわーとか言って喋りかけてくるはずなんやけどな。あれなんか条件あんのか、あれはぐれでも倒さなあかんとかそんなんあんのかな。まあ、とりあえず死ぬこと予想されるからかがり火に当たっておこうかな。お前なんだ今の、お前なんか赤い彗星みたいな動きしやがって、お前は完全にお前シャーズナブルかと思ったわ。あのプレッシャーシャーかって思ったわ。ほんで魔法をちょっと変えよう、魔法の曲ちょっと変えよう。混沌大火球を片方落下、あーちょっと待って15いんのか。あー無理だわ、もう落下ダメージ耐えながら戦うしかないか。 OK やるか。
オッケーやるかーって言って、そんなやれる相手でではないやんな。そんな簡単にやれる相手ではないよ。出た出た出た、それドッスンの後に爆発なかったっけな。とりあえず全開しよう。ほい、ああ硬いね。なかなかこれ両手持ちでやらんといけんな。確かあれは前方方向に出すんだったっけな。でも基本的に不審のデーモンと動きは一緒なんだけど、これが追加されてるから、だからそこまでダメージは痛くないから、まあ落ち着いてやれば全然やれる相手やな。こいつのやや前方方向に対してあの魔法は出るから、気をつけるべきはこのドッスンとなぎ払いかな。ドッスンがちょっと気をつけなあかんっていう話をした瞬間やってくんな、ドッスンを。でこれは確か後ろの方に回りゃもう当たらんな、当たらんわ。でもここは当たるはずやからちょっと避けて、うん、いいね。お前急に連発しだすな、それを急に連発しだすな。干潮したろうかなと思ったのに、人の親切を無駄にすんな。便秘してそうな顔してるからさ、干潮でもやっとこうかなって思ったの。その人の親切をすぐ無駄にするからな、デーモンって。これはうん、ドッスン、まあモーションさん覚えてりゃもう楽勝ですよこんなもん。ただ一発一発はちょっと痛いはずやから、それだけ注意。なんかもうワンパターンになってモテるけど、お前大丈夫か、お前大丈夫か、おい混沌大火球いっとく。おらパーイパーイっていうほどのもんでもなかったわ。これが結構強いからな今のやつ400か、なかなか食らうね。いやちょ、まあ、呪術の火強化したからさ、めっちゃ強なってる大火球。混沌大火球クソ強なっとるやないか。あ、お疲れで、しかも継続ダメージもあるからな。いやいやいや、混沌呪術強すぎだろ。 OK、 ほんでこれが原版ね。原版欲しかったから。はい、というわけで今回はここまでなんやけど、ちょっと出口だけ説明するわ。出口ここな。まあはしごがあって、でこっからこの先に通路が降りる、通路に降りることができて、通路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 に降りることができて、これ最初の牢屋の並びになってます。というわけで今回はここまでかな。なんか今回ね、ほんまやったらあそこで従者のレベルをマックスまで上げて、じゃあマックスに焦んでいいんや、プラニーに上げて、それでソラールさん生存ルートを立ててから、まあ、イザリスの方に向かっていくっていうつもりやったんやけど、ちょっとね、2に上げるためにいる人間性の量をちょっと見誤ってたんで、ちょっと今回まあこういう感じになってしまいましたね。というわけでまあ何が起きるかわからん、ダークソウルは。まあまた言い訳臭くなってしまうから、ちょっともうこれぐらいにして。というわけで今回も最後まで見てくださった方、どうもありがとう。See you next time. Bye bye. 次回また遊びに来てな。ほな。